新メンバー質問コーナー、一瞬です。ミミです。よコメントとかでミミかわいい、ミミかわいい、すごいコメントあって、ありがとうございます。お前だね。じゃあ2人の年齢は22歳です。若い。25歳じゃないですよ。18歳です。ミミも18歳なんですよ。18ってこれすごいよ。新しい風が吹くでしょう。お願いします。はい。ミミの特技は何でも60% できる。あじゃあ何でもできちゃう人なんだ。何でもできちゃう。いるよそういう人。一つだけできない。え編集得意です。編集得意。ディズニー夜更かし、あれ僕が編集しました。素晴らしかったよ。コツあるんですけど、うん、ダンスと変顔が得意。ダンスはここできないからね、うん、変顔が得意。変顔得意です。3、2、1。うわーやったー。予想以上の顔。何回さ告白されたことある？4。え、あるかな。あ、本当に？あ、ごめん、取れるはずなんですけどね、うん、うん、した回数ですか？300ぐらい。あ、ほかお前。2人の好きなタイプは？年下よりかは年上のお姉さんみたいな感じの人の方が好きですね。男らしい人がめっちゃ好き。あー、男らしい人どんな感じ？え、なんかガタイのいい人が好きで。ガタイがいい人。でも甘えられるのすごい苦手なんですよ。あらまあ。付き合いたい YouTuber はですか？あ、いう、うん、ドンキちゃんさんです。マジで乾杯だからです。おーはい。ミミは？ミミはヨッツさんです。え、本当か？え、本当ですか？反応とかよくするじゃないですか。あ、まあするね。似てるな、ね、まあいいかなみたいな。まあいいかな。やばい。で、初キスはいつかな？違う、めっちゃさらっと聞くじゃん。はい、次は P でお願いします。あ、はい、高2です。電子彼女はいるの？見てください。はい。彼女はいません。入れなくていいな、じゃあ。うん、いないんです。じゃあ入れなくていいな。メンバーがね、こうバトンを繋いできたからね。夢を与えてみましょう。はい。はい。パワーアップした、ボンボン TV をどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またねー。ごめんね。ちょっと待って、合わせようかね。ごめんね。